はい、どうも、こんにちは。沖縄オバばですあら可愛かわいいディズニー。かわいいディズニー。ねはい、えー、皆さん、あの、ちょっと気になる記事があったんで、Yahoo ー,ースさんからなんですけどお、引用したいと思います。はい、えー、アメリカでね、えー、まあ、いろんな形の大量解雇が起きていることは皆さんご存知ですよね。はい、えー、これによって、えー、急にね、えー、レイオフされてしまって、 ローンが払えなくなって、お家を出なきゃいけなくなってしまった人たちとか、発生してるんですよね、大量に。で、えー、いわゆるね、えー、テント暮らしになってしまった人。はい、かなりいます、えー。そういうことが日本でも起こるのかという論議でございますが、実は言うと、これね、どうやら着々と準備を進めているようですね。はい、えー、 日本でも、日本のね、サラリーマンが大量解雇される時代がやってきますよという記事です。はい。まあ理由は簡単でね、A の愛さんとかが,がね、代わりに仕事してくれるんで、もう君いらんよっていうことが起きるということがあ、まあ未来予想図ですね、書いております。はい。でもね、この記事、いろんな観点で矛盾してるんですよ。 はい。今は実は人材不足で、えー、ね、人材不足が言われている中で、はい。えー、まあ、こういう記事が出るんですよ。この意図がわかりますかねはい。で、まあね、この記事の中にはそうならないようにね、皆さんスキルを、もっとね、スキルをね、自分のスキルをアップしましょうっていうことを、 言ってます。いろんな資格を取ったりとかね。はい、えー。今の専門分野をもっとね、専門にしたりとか、あと他の専門分野を学んだりとかね。はい。まあ、それは必要なことです。人間として。はい。えー、私も、ちょっとね、今、あのー、あれなんですけど、えー、液況の方と、あと、いわゆるね、 えー、キモントンコですね。こちらの方をちょっと学んでます。えー、これね、あの、応用できたらすごいことになるんで、えー、まあキモントンコは、まあ実験が必要なんでね、自分で、こう、ちょっと実験してみないといけないところがいくつかあるんで、えー、ちょっと今、暑いんでね、実験できないんで、えー、まああちょっと涼しくなったらあ、実験に繰り出そうと思っております。えー、ということで、自分の知らないことを、まあね、 空き時間にいろいろ学んだりとか本を読んだりとか、もうそういうことを身につけるというのが今後の時代にね、生き残る鍵であるっていうことは私も前々から言ってます。はい。えー、まあこれね、えー、メンバーさんにも配信してますね、こういうことは。はい。えー、まあそういうことで、これ何かのね、こういう記事が出るっていうことはわかりますよね。はい。えー、いわゆる世の刻々でございます。 はい。今、人材不足なんでね。はい。人材不足です。でも、大量解雇の記事が出たりします。はい。意図がわかりますよね、糸が。はい。この辺を、こう、理解しないと、えー、難しくなると思います、今後ね。はい。難しくなります。はい。この辺の糸をね。はい。えー、まあ、 私なんか別にね、どこに雇われているというわけでもないんですけど、でもそれでもね、やっぱり自分のスキルは、あ自分の、おなんていうのかな、あ仕事にできるような分野を増やしていきたいとは、もちろんこれはね、 えー、確実に思っていることでして、えー、そういうわけでね、えー、まあ、あ古文書なんかを研究したりしてるんですよ。で、まあ、基本登校でね、稼いでらっしゃる方も結構いらっしゃるんで、えー、いらっしゃるみたいなんでね、まあひ、いろいろ見てあげたりとかね、する。まあ、これね、かなりね、難しい学問なんで、 えー、キモントンコはね、えー、まあ本当に自分で実験して、えー、本当にまあ,あ、これでね、有効になるかどうかっていうのを、えー、やらないといけないんですけど、そういう意味でもね、やっぱり、あのー、日々勉強は必要だと思っております。はい。まあ、向上心を持つことですね。はい。そういうことです。向こう側はやってくるつもりです。いわゆる向こう側の目標っていうのは、 あーすごい嫌な言い方なんですけど、無駄飯ですね。え彼ら自体もそうなんですけどね。えー、まあでも頭を使ってそういうふうにサクッとジョーってしてるのは、まあね、わ、えー、かりますけど、はい。何、えー、て言うのかな。無駄飯を食べてる人たちをいなくするっていうのが向こう側の目標です。はい。 ええー、変な話ですけど、ずっと前からこれね、えー、彼らが言ってきていることです。はい。なので、向上心のないやつは、ああ、ね、わかりますよね。サクッと上するぞっていうことなんですよね。ええー、まあ、人間にとってね、向上心っていうのは必要なんで、えー、彼らがやるにしろ、やらないにしろ、えー、私は、まあ自分のね、えー 興味のある分野とか、まあ専門分野にしたいことは、これからもずっと、えー、勉強し、彼らのね、言う、言うあれでもなくね、勉強していくのが当然のことだと思っておりますけど、本当にね、こういう意識がなく、日々をぼーっと過ごしている方は、どん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 ね、えー、いわゆる収穫されてしまうということです。収穫されてしまうということです。 わかりますよね。まあ、麦とかお米とかをね、刈り取るんですよ。はい。えー、そういうことでございます、えー。こういう記事になるということは、はい。そういうことなんです。はい。わかりますよね、えー。皆さん頑張りましょう。はい。えー、まあ、日々をね、過ごしていくにあたって、我々はあ自分をね、えー、甘やかすのではなくね、 えー、まあ、日々勉強をしていくということが大事だということですね。はい。まあ、こういう記事が出るということは、あまあ、そういった、いわゆる、よ、く、なんですね。はい。えー、まあ、そういうことです。こちらの記事も貼っておきますんでね。皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい。沖縄、おばばでございました。 Yeah.